はい、ということでですね、ちょっと GPS 出してみました。したら標高が3514メートル、3514メートルです。そこまで高くなかったですね。まあ、高いけどね、3500メートル高いけど、して、多分満開が3200か300なのかな、ちょっと後でまた調べてみますけど、からちょっと上がってますね、さらに、ということでした。はい、ということで、ね、道まで戻ってきました。この広場で、この中のね、広場で休ませてもらってました。この中の広場で、またこれから、進んでいきます。今日の目的地ちょっと変更して、アコスタンボという町にします。アコスタンボという町、ここからあと20キロですね。今3時40分なんで、だいたい45分ぐらいトータルで休憩しました。まあ、実質正味休憩は多分25分ぐらいかな、片付け準備含めて。まあ、そんな休んでないですけど、あと20キロなんで頑張ります。なんていうんですか、ほら、なんかすごく普通の馬より、なんか知らないけど可愛い馬を発見しました。なんか髪の毛が、たてがみが切られてるからか、目がなんかクリッてるしてるからか、なんか可愛くないですか、この馬。さっきご飯食べたところからもう全然ほとんど進んでないですけど、なんだろうアズカールか、なんかいい街ですね。ここが中心で教会が見えますね。とても可愛いですね。ほら、そこら中で羊を飼ってる人がいたりって感じですね。ゴリ、ほら、コメスタース、コメスタース、ユビエンド、オリータ、ノー、エスタビエン、ノー、ユビエンド、ワンカイ、ソロワンカイよ。オケ、チャオ、グラシアス。ちょっと雨がポツポツしだして、雲が黒いんで、馬連れてるおばちゃんに聞いてみたけど大丈夫だっつってました。じゃあ行きます。はい、ということで、走ってきました。今5時前ですね。4時54分です。多分これが今日の最高標高です。3691メートル。で、今日35キロ今走ってます。で、今日の目的地アコスバンバまでが、だいたい13、4キロで、こっから下りっすね。300メートルぐらい、標高で300メートルぐらい下って、今日は着くって感じですね。ここまでずっと上りだったんで、まあまあ疲れましたね。さすがに3690メートル、多分自転車で登った地点での最高到達点、エクアドルでは、3650まで行ったのかな、だいたい近く同じぐらいまでは登ってます。で、今景色がこんな感じですね。なんでだろう、山がね、茶色くて木があんまり生えてないです。3700メートルぐらいになると、まあ、こんな景色なのかもしれないですね。ちなみに、自転車でなければ
エクアドルで 5000m まで行ってるのと、ワンカヨペルのワンカヨでも、ワイタパジャーナっていうところで、まあ、5000m までトレッキングでは行ったことがあります。エクアドルでは山の名前何だったっけな、 5000m の忘れました。チンボってはない、忘れた、また今度。ということで今5時だけど1時間半ぐらいでは着くと思うから6時半に着くと思います。あ、今ちょっと変わりましたね、標高が3697、もうほぼほぼ3700m。エクアドルで3600上がってる時はめちゃめちゃしんどかったけど、今日はそこまでしんどくない。ワンカヨ3200-300m で1週間ぐらい過ごしたからかもしれません。ということで、あと1時間半ぐらい、もうちょっと早く着けばいいけどね。ということで頑張っていきたいと思います。じゃあねー。思い出しました、エクアドルの 5000m 山頂はもっと高いんだけど、 5000m 上がったのはチンボラソという、山でしたね。でまたちょっと変わりました、 GPS ちょっと電源入れてすぐだったから、ちょっと今まだ、動いてます。3717ですね。 3700m より高かったですね、ここで。ということでまたねー。はい、でということで、ちょっと雨も降ってきてむちゃくちゃ寒いんでジャンパー来ました。で気温多分5度ぐらいだと思うんですよね。で腕時計の気温は15度あるんだけど、これ体温の影響をめっちゃ受けてるんで、多分今日5度ぐらい、むちゃくちゃ寒い。日が出てないとめちゃめちゃ寒いですね。で結局標高もあれからずっと変わってって、今少し下ってきたんだけど、それでもまだ3766あるから、どうだろう、もうほとんど3800、今日3800だったんじゃないかな、最高地点ということです。じゃあまた。お母さんたちに会ったんでちょっと話してます。トラバハンド、おいケトラバハンフィ、あ、チャクラ、うん、で、チャッケで、ゴセチャラパパパパ、ah sí sí, maíz también, solo papa. No, papa, papa no más. Ah sí sí, pero mucho tipo de papa. Sí sí. Sí. Ajá. Muy bien. ¿Vives aquí? No, Huancayo. Ah, Huancayo. ¿Cómo? ¿En el colectivo? ¿Regresar? Huancayo. Ah sí. ¿Cuánto tiempo? Para. Ya. 30. Media hora. Media hora. Ah, okay. お母さんたちは、ワンカヨから仕事で、畑仕事で来てるみたいです。今バスを待ってて30分ぐらいでワンカヨまで着くそうです。畑では、ポテト、ジャガイモを作ってるみたいです。農家のおばちゃんですね。ムチョフリオン、シープエイクワントグラドス、コモシンコやシンコシンディ、ムチョフリオン、アキムチョユビエンドオノン、recién a veces, recién va a empezar la lluvia. Ah, sí. ¿Hasta cuándo te quedas? ¿Hasta cuándo? ¿Para qué? Si vuelvas, pues. ¿Vuelves para dónde? Japón, para Japón. ¿Japón? 8 o 9 meses. Ah, ahora va a empezar lluvia. Lluvia va a ser. ¿Y cuándo vuelves a Japón? Te dijeron. ¿Bicicleta nomás llegas? Sí. No más.いつか日本に帰るのって言われたんで、8ヶ月か9ヶ月後って言ったら、おお、とても長いねって言ってます。で自転車でずっとやってるのって言ってるんで、自転車でって言ってます。じゃお母さんたちありがとう、muchas gracias、 チャオ、 gracias。
結局3791になったんで、余裕で3800超えてましたね。3830くらいかな、まだ動いてるから。3000今日の最高到達値3830くらいなんじゃないかな。3850くらいかもしれません。お母さんたちに聞いたら、お母さんたちに聞いたらこの辺は3900m ぐらい標高あるみたいです。ほぼ 4000m ですね。高い。それは寒いわって感じです。こんな感じ。